どうもということで、今日も横浜スタジアムに来てます。バテイチの外野席から見てますね。で今日はなんかディアナがいっぱいいるね。子供すごいな。何人いるんだマジで。ディアナキッズらしい。養成所で練習してる人たちかな。今日はマジで雲一つない快晴ですね。ハマスタは夏だとデーゲーム暑いんですけど、今日ぐらいの風が吹いてて、まあ、6月、5月とかだってすげえちょうどいいですね。おーいいね。すごーおーい。ヘルと梅野のヒットでランナー1、2次回もチャンスですね。意外と打ちやすいのかな。ガトでーす。それ合成合成みんなでイエーイイエーイ。大好きなね心知りさあそうそれ結局みんなで青春もあげる。あれ合成合成実感をどうなんかここ日焼けが強いに日焼け止め売ってますね。いくらかな。いくら。わかんねえ。あやばい回した回した。やばいやばいやばい。ああ。点取った後にすぐ取られるんだよね。よくないよくない。今日はね土曜なんで満員ですね。いっぱい人が来てるわ。天気もいいし最高なんですけどね。まあちょっと点取られちゃった。何してんの？なんでゲッツー取らないの？え、なんで？え、なんでなんで？アウトカウント間違えた。いやいやいや。どういうこと？一段と近い。これなんか今までなんか温かいなみんな。頑張れ。近いって。チャンス襲来マジで3回から襲来です。前代未聞。おいおいおい横浜投手カトマステーレテーレチャンスだ。おおおおおひどいな。3回で襲来はマジで関東では異例すぎるな。いやめっちゃ疲れるよ今日多分。おい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 チャンスだ日の目を。
やっちゃおう、とことんやっちゃおう。それ目指せよ、大河瀬。わっせーわっせー、海の海の関東勢、海の近本、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 近本。買えないんだね。結構さらし投げじゃない。これ、3回で試合が壊れました。終わりです。出る出る、祈る祈る、近本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 。さすがに疲れたんで飯食おうかなと思います。最近ディアナもやるよ。まあなんかね、ディアナがね、新しいメンバーが入ってきて、それでなんか自己紹介のためにやってるらしい。今日はむずくね。今日はむずい。選手ですら取れないの。あー、ディアナはね、逆にうまいまであるから。おお。じゃあちょっとお昼ご飯、崎陽軒のシウマイ弁当ですね。こちら1個1100円です。ということでこちらシウマイ弁当、これ1100円ですね。美味しそう。まあシンプルで一番いいんだよな、これが。エラー多いよな、本当に。シルドン三連術マジ肩強いからな。あ、普通にピンチ来たな。学校試合だな、普通に。エラーすんなよな、マジで。うまっ。シウマイがもう本当シンプルにうまいね。マスター席狭いんで食いづらいんですけど、シューマイ弁当コンパクトでね、食いやすい。しかもお腹いっぱいになれるんでおすすめです。あ、ハイリキレモン1杯500円。普通にその場で缶から注がれるんで 350ml 入ってるはずです。女の人売らないで。確かにいつもあの人がチューハイいかがですかって言ってるね。美味しい美味しい。今日ディアナ勝ったな。ディアナの第一走者かわいいよ。めっちゃ応援しよう。いいじゃない。おいいぞいいぞいいぞ。いけいけ。おおおおチャレンジャー2連勝じゃん。リアナ出直せよマジで。伊藤正史も結構やばいね。4対9、締まらない試合だな本当に。マジ。ああ。やばい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 。ああ。おいおいおい。あーやば、いけんさ。やばすぎ。掃除すぎる。いや、マサシやばいね。これ頑張る頑張るマサシ。わかんない、わかんない、ね、本当に。深い。せー。いいぞ、すごー。多すぎだろ。多すぎだろ。
阪神ファン盛り上がりすぎなの。ハハ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 。横浜スタジアムってやっぱエグいな、普通に安心して勝つとかそんな試合はいけない。やばいよこれは、流れとしては完全に向こうだしね。盛り上がってるね。確かにこれでホームランを打たれたらもうやばい。あっ、えっ、もう来てるでしょ、やばっ。いやーマジでクソ試合だな。最後逆転して神試合に変えよう。本当に3点取ってシェルドン逆転スリーランか。やばいよホームラン3本。でもハマスタだからとかじゃないよホームラン。そうガッチリガッチリ、うん、いやもう絶対勝とうマジで。ということで、逆転されてしまいましたが、この試合はね神試合に変えるのは我々の力で、全力で応援してこのイニングで奇跡を起こします。おーい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 、来てるぞー、来てるぞー、来てるぞー。ラララグランドにメガホン投げるのはダメだけど、まあこれは選手の激励だと思って、選手は頑張ってほしい。あ、マジか。ということでね、いかがでしたでしょうか。まあ最悪の試合でしたね、本当にもう。ふざけて。ホームラン打たれすぎなんだよ。マジで。ふざけんなよ、本当に。まあちょっと今飲んでたんですけどね、もう本当酒飲まないとやってられないぐらいひどい試合でしたね。まあ本当、まあ横浜ファンからしたら最悪、最高の試合だったと思うんですけど、最悪の経験をしました。はい、まあこういうのもねあるっていうのがまあ野球ファンの定めだと思うんで、またね明日は勝って、少なくとも勝ち越すというふうにさせていただきたいなと思います。じゃあまた明日横浜スタジアムでお会いしましょう。ありがとうございました。